打たれないぐらいすごいなって思ってもらえるように、はい、なるべく速い球で勝負したいなと思ってます。皆さんこんにちは。やってまいりました。はい。もう何回目ですかね、ここに来させてもらうの。ね、はい、3、4回1年間、そう、ね、応援させてもらってね、今日はリベンジということで、はい、伝説の松田監督ガチ対決、はい、ちなみに前回対戦した時は、はい、どうですか。もうそのイメージしか1年間残ってます、うん、結果は結果、前の結果は三振。そりゃね、ソフト界もそうだし、うん、野球界もそうだし、球速が違うピッチャーっていうのは多分いっぱいいるんですよ、うん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 、それをやっぱり対応してきたというところをね、見せます、ね、多分、びっくりさせちゃろうと思ってライズ来るんですよ、はい、高いボール球ね。でボール球で上から来る前にドーンって、はい、以上です。はやーはやーはやでも足も出ず、でも僕、秘策ありますけど、ちゃんとした、はい、イルさん覚えてますか。イル姉さん、イル姉さん覚えてますよ。覚えてますか、はい、あの人、尺考えずにやっぱり打ったじゃないですか、はい、1球目から、うん、やっぱその精神をなんかね、こう YouTube やってもらっててなんですけど忘れてました。今日1球逃したチャンスないんで、はい、そのイメージだけしながら自主トレちゃんとやってきたんで、はい、頑張ります。1年の成果をね、見せてやりますよ。1打席ですからね。1打席ですから勝負は。でもいいんですよ、打ちゃいいですから、うん、頑張りますよ。お願いします。お願いします。ナイスキャー。いいぞ。うわー、ナイスボール。すごい。今回グッサンのリベンジに挑戦受けてもらってありがとうございます、はい、今日1打席対決っていうことなんで、はい、松田さんの中でこの1年間塩野義の監督して過ごした中で、はい、肩は温まってるんですか。バッチリですね。現役の頃よりも球数だけは投げてるんで。そうですよね、はい、バッティングピッチャーやったりとかで、はい、投げてるんで肩は温まってると。バッチリですよ、まあ、けどこっちのグッサンも、はい、この2週間含め今年の1年間しっかり動いてきてるんで、ほんまに対策もバッチリ立ててきてるんで。なるほど、はい、まあでもそれでも、はい、まあ、打たれないぐらいすごいなって思ってもらえるように、はい、なるべく速い球で勝負したいなと思ってます。ちょっとヤバそうだったらチェンジアップ投げようかなと思うんですけど基本的には速い球で勝負しようと思ってます、はいはいはい、グッサンはけど苦手とするのはやっぱりチェンジと速い球のこの緩急差は苦手やと思うんで、はい、だけどまっすぐで押し切れたらね。そうですね、最高っすよね、はい、できれば速い球でとは思ってますね。ただまあそんな甘いもんだとは思ってないんで、はい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 、最善の球を投げようかなとは思ってます。いやちょっと楽しみしてます。ありがとうございます。グッサン頑張って。Bye.
はい、頑張るさん。ツーボールツーストライク。ありがとうございました。でかいな、くそそれ悔しい、むっちゃ悔しいわ。マジか、マジ悔しい今日。マジか、えぐい。ライズ 3-2 ライズ。でも言ったじゃないですか、1球ファウル打った時点で終わりっす、この勝負。でも見逃しは前回よりできてたんで、またそうね、リベンジ企画続くということで、ここに続くって入れておいてください。いや、素晴らしかったです。いい対決できました、ありがとうございました。対決前に、はい、松田さんインタビューしたんよ。体温まってると、現役時代より投げてるからねと。そうやね、ブンブン肩回してたから。あー悔しい、めっちゃ悔しいわ、涙出そう。1年越しやけどな。1年越しに 俺らこのためにやってたからね。そうでしょ。で最近動き始めた時に松田さんの YouTube ばっかり見て、タイミングまで家でやってるんですよ。ある程度合ってたんで、なるほどね。そう、外のあの球は手出ないなっていうイメージだったんで、ファール打ったやつだけ終わりっす。あれで終わりました。いやけど潔い、お疲れっす。そう、続くや、続く。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また三試合連続。はい、よかったです本当に。はい。三試合まあ取る気でいたんですけど。はいはいはい。チェンジアップストライク投げちゃいましたね。それを投げたと思いましたよ。投げる球なくて、もう速い球抜けまくってたんで、はい、何球も投げてたらタイミング取られそうやなと思って。はいはいはい。投げちゃいましたチェンジアップ。最後けど、はい、フルカウントなってから。はい、自分の中でも ライズ。そうですね、ちょっとそれまで取っといたんで。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、いや、めちゃくちゃいい勝負でした。本当は理想はドロップ3球できたかったんですけど、はいはいはい、そんな甘くなかったですね。いや、マジでタイミングとか含めて、はい、松田さんが出てる動画系ちゃん見て、いや、ほんまに合わせてきてたんですよ。だからタイミングは合ってたって。本当ありがたいです。いや、本当に合ってました。だから多分1打席目、2月の時よりちゃんと合って、はい、いける可能性は今回の方があったんやろなって。ちゃんとボール見られてたんで、どしっと。前回はこう、うん、ってなってくれてたんで、ちょっと時間の問題ですね、打たれるのは。いや、ちょっとここで、うちのね、はい、番組から、続くってしたいんで、なるほど。また対戦受けてほしいです。ぜひ、打たれるまでお願いします。はい、あ、わかりました。それまでずっと来ていただけるということで、はい、ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。